健康保険組合連合会など厚生労働省が所管する2つの団体でパソコンがウイルスに感染していたことが分かりました別の団体でも感染の疑いがあり厚生労働省が確認を急いでいます憲法連によりますと今月10日システムの運用会社の指摘で本部のパソコン2台がウイルスに感染していたことが分かりました 健保連は全国1400余りの健康保険組合で構成されおよそ3000万人が加入していますが個人情報の流出は確認されていませんまた11日には医薬品食品衛生研究所でも感染が確認されたほか国立精神・神経医療研究センターでも感染の疑いがあることが分かりましたいずれも感染の時期や経緯は分かっておらず厚生労働省が確認を急いでいます